えー、氷あらぼです。今ね、<laughs> 朝食べらんしてきて、で、お湯上がりなんですけど、お湯上がりといえば、えー、コーヒー牛乳ということで、日田コーヒー生乳50%以上使用とい,うしようということでですね、えー、っと、これは、日田高山、日田高山のコーヒーでございまして、えー、っとですね、えー、っと、岐阜県高山市、新宮町、新宮町3369番地の日田酪農農業協同組合さんが作ったものでございます。 えー、あのー、なんかいい、パッケージもいいでしょ。ということで、えー、こういうなんか地産地消っていうんですかね、えっ、ー、と、地元のものをですね、地元でいただくって一番美味しいと思うんで、ちょっと今、ストローをく苦労して、えー、ちょっと待ってくださいね。<laughs> フレーム外で今開けてますが、さあ、氷アラボ、いつぶりかなぁ。もうコーヒー牛乳系意外と多いよね。なんかコーヒー牛乳好きなんだろうね。幼稚園の時にあの、 コーヒー牛乳をね、えー、てか、幼稚園に白い袋に五円玉かな持っていくと白い牛乳。で、赤い袋に白い、五、え、銭、ー、玉入れていくとコーヒー牛乳だったんですけど、僕コーヒー牛乳飲みたかったんだけど、なんか、うちの母親がいつも、えー、白い袋ばっかり持たせて、コーヒー牛乳飲めなかったんで、その頃からの憧れがあるのかな。じゃあいただきますなんでコーヒー牛乳ってこんな美味しいんだろう ひだコーヒーさんのコーヒー牛乳そうそうひだっていえばひだ牛って言って牛さんが有名なんですよねですからひょっとしたらこのひだコーヒーもひだの、えー、ミルク、えー、と要するにひだというのはですねちょっと今外見えるかなちょっとカーテン開けてよいしょこ山に囲まれてるんでね高山ひだ高山なんで、えー、とてもとても何、えー、ていうかあのときの少女ハイジ的なものかなと思うんですが うん商品名のひだは製造者名の一部ですって書いてありますが <laughs>、まあ真面目な感じが伝わってきますよね。いやひだで飲むひだコーヒーは美味しいなって。でもこれね、なんでその土地のものを その土地で飲むと美味しいのかっていうのは、これは科学的に説明しようと,うとなかなか奥深いものがあって、もちろんあの、原材料が新鮮なまま使えるってこともあるんでしょうけど、もう一個はやっぱりその気候に合ってる風土に合ってるじゃあ気候とか風土に合ってるってどういうことなんだろうって人間のね、認知としてはどうなってるのか。これは脳腸相関にも関わる重大問題ですよね。だって環境は脳が主に近くして、で、美味しさってのは腸を含めた体全体で近くするわけですから、ある環境であるものを飲むと美味しいのはなぜかっていうと、これはあの、脳腸相関に関わることだと思うんですけど、 ひだコーヒー美味しいなぁ。なんでお風呂上がりのコーヒーはまた美味しいんだろうね。うん、まっすぐ。そして奥深いコーヒー牛乳です。そしてこのコーヒー牛乳のクオリアっていうのもね、うん。ひょっとしたら日本が誇るオリジナルなクオリアの一つがコーヒー牛乳かもしれませんね。ということで、ぜひいた、高山に来したら、ひだコーヒー、えー、ね、消費名のひだは、うん <laughs> 製造者名の一部ですと真面目にこうやって説明なさっているところがひだたかや、北高山、とてもとても美味しくいただきました。えー、氷アラボひだコーヒーでした。美味しかった。